高く上がった、高く上がった、平田が追っていって入りました。阿部のツーランホームラン。やはり中日戦には強い阿部、4対0となりました。今の何ですかね、カットボールですかね。高く上がりまして、ライトスタンド最前列に飛び込んでいきます。やっぱり力ありますね、今のでもちょっとバットの先だと思うんですけどね、はい、これはその前の阿部、ちょっと根元なんですかね。根元なんですかね、はい、音がね、マシンの音じゃなかったんで。そうですね、そして高く上がりました。それでもあそこまでライトスタンドまで持っていきました。一度ご覧いただきましょう。ワンストライクからの2球目です。ちょっと根元に当たって高く上がった打球でしたが、スタンドに届きました。黒坂さん、はい、本人の話がもう入ってきまして、いい捉え方だったので打った瞬間入ったと思いました、はい、2打席目までは全く打てるボールがなかったということで、やっと来たその1球を1球で仕留めることができましたという話です、はい、なるほど、映像で見るとちょっと根元なんですが、本人は手応え十分だったわけですね。打った感じが良かったんですよね、はい、マシンとかっていう感じじゃないんですよ多分本人が言ってるのは、多分あれシニアだったらファールになっていると思うんですよ、はい、で切れないように打てたんで手応えがあったんでしょうね多分。さあ川上は結局5回までで4失点しました。でこの5回は7番の高橋周平からということで川上まで打順が回ってきます。そうですね、セリーグはね